工作用に接着力の強いボンドタッチを人数分購入しました。今まではくっつかなかったツルツルした素材も相手が紙や木などであればくっつけることができます。一番の特徴はこの細いノズルです。少量ずつ出すことができます。またチューブが柔らかいので押しながら最後まできれいに使い切ることができます。この箱の上部を切ってボンドホルダーを作りたいと思います。使った後はその箱に入れてしまうようにします。こんな形になっていて、何番に返したらいいか、何番から取ったらいいかが一目でわかるようになっています。まず箱の上部を全部切り取ります。裏側をセロテープで留めます。5つ一組にしています。表側は上から1センチ5ミリほど下のところに両面テープを貼ります。一番下はギリギリのところに貼ってください。一番上になるものはセロテープで貼ります。裏も表もセロテープで貼ります。両面テープは使いません。余分がある場合は表側はセロテープで、裏側に両面テープをつけます。裏側の両面テープは一番上の端と下から1センチ5ミリぐらい上がったところにつけます。両面テープを取って箱を重ねて貼っていきます。1センチずつぐらいずらして貼っていきますと階段状になっていきます。こうすることで中身が見えやすい、番号も見えやすい箱の形になります。一番上になるのはセロテープで貼ったものです。余りがある場合はそれをその上にさらに貼り付けます。中に入れるボンドたちにはキャップのところに出席番号を書いていきます。1年間使ったらほぼ使い終わると思いますので、子どもたちに返してあげてください。箱の方にも出席番号をつけます。直接書いてもいいのですが、シールを貼った方が目立つし、書きやすいのではないかと思います。出来上がりはこんな風になります。裏から見るとこんな感じですね。クラスや、番号がとても見やすくなっています。この番号のところに先ほどのボンドタッチの、キャップが見えるように入れていきます。こうすれば何番が返っていないのか、また使いたい時も自分の番号をさっと取り出すことができます。工作のたびに終わればこういうふうにして集めておきましょう。ボンドは学年の終わりに返しますが、ケースはそのまま何年か続けて使うことができます。